災害時に玄関やベランダにかけて無事を伝える安否確認用タオル。毎月欠かさず救出訓練をしている自治会があるよ。船橋市の先ヶ丘中央自治会は、住宅街の道路が狭いため緊急車両が通りにくいという課題があります。そこで大地震を想定し、無事ですタオルを掲げることで救える命を優先できる訓練を毎月第2土曜日に必ず実施。防犯パトロールと合わせてコロナ禍も続け、今年で8年目になるんです。必ず続けているって素晴らしいね。始めたきっかけは何だったの？当時の防災部会長が阪神淡路大震災の救援に参加したことがきっかけになったんです。助けてくれと言ったり、中ガタガタやって音を立てたりしたんだけど、助かんなかった人が約5000人ぐらいですよ。それをもう見て、自分の地元に帰ったら、絶対この人たちにそういう目に遭わないように何か考えようって。無事ですタオルは長年使えるよう耐久性も考えて、手ぬぐい生地にするといったオリジナルの工夫も生きています。一般的に黄色のタオルに黒字が多い印象だけど、白地に赤い字はとっても見やすいね。また一緒に救出マニュアルも配布されていて、誰でも正しい手順で使用できます。周りの方に、私は無事ですよっていうのが分かる。そうすると出てないところに集中して操作ができるのかなと。訓練がやっぱり少しずつ身についてくれば、いいのかなと思います。毎月訓練が欠かさず行われることで、住民の行動が習慣化され、事前のアナウンスなしでもほとんどの世帯で実施できるようになりました。この無事ですタオルを出すことによって、見ることによって、あ、今日は元気だわとか、あ、大丈夫大丈夫っていう安心感っていうんですか、継続って大切だなと。自分の行動一つで救える命を優先できます。行動を習慣化するため、訓練を続けることが重要です。